そうじゃね、まあ私でね、11代目かね、江戸時代のね頃からね、まあ代々そういう伝統守ってきとったんじゃけど、まあ、先代の父が亡くなってから、まあ、私が、伝統守っとるみたいな感じなんよね。そうじゃね、やっぱ日々の生活でね、使いやすい思うてもらえること、まあ、それをね、やっぱ大事にしよるっていうのはありますね。やっぱ使う人が使うね、使いやすいのが一番じゃなと思うんで、まあ、ただね、そこはね、やっぱまあ、私たちも、まあ、品質、それは守るようにしておりますね。そうじゃね、やっぱね、その、まあ、買ってくれた人がね、よかったよって言って、また買いに来たよって言って来てくれるときは、まあ、嬉しいなと思いますね。まあ、あとはやっぱね、そうですね、まあ、職人なんで、自分のね、納得いくものができたとき、それはやっぱね、嬉しいなと思いますよ。はい。ということで、ご視聴いただきありがとうございます。佐藤まさみの目指せパティスロいい女のお時間でございます。この番組はですね、毎回ですね、いろんなテーマに沿って、そのテーマに沿った 衣装とか、あと設定とかね、キャラクター設定とかして、楽しくパチンコパチスローを打ちながら、皆様からグッドボタン、いいねをいただくべく奮闘する番組なんですけれども、本日はですね、刀鍛冶、ハテナ、ちょっとその陶芸職人じゃないかっていう話もいろいろ出たんですけど、一応今日は刀を研がせていただきまして、その綺麗になった刀でですね、ズバッとって言ったら違う台になってしまうかもしれないんですけど、一振り、渾身の一振りで勝ちを目指していけたらなと思っているんですが、今月ですね、ラスト収録です。とりあえず、まあ、勝って終わりたいんですが、冒頭にもありましたように、11代代々続いたというね、設定でやっておりますので、私の代で潰さないように頑張ってこようと思います。では一振りいってまいります。台はこちらですね、パチスロ、スマスロ、バルブレイブということで、まあ、まず、まあ、なぜこの台にしたからなんですけれども、スマスロの中で、まあ、一番好きっていうのが一つで、この番組で負けなしっていうのも一つというのもあって、今日は負けられない戦いなので、私の中では、この台を選ぶ。後ろに鏡があって、鏡が人気で、バルブレイブまだ誰も座ってないので選びたい放題だったんですが、一応ね、カメラが置きやすい角台を、まあ、でも正直、そのもちろん設定がいいに越したことはないんですけど、引いたらなんとかなる台なので、ミミズ以外であれば。ミミズのね、動画もありますので、ぜひそちらもご覧いただけたらと思うんですが、この番組続けて多分2、3年になると思うんですけど、コアなファンの方が増えてきて、ありがたいと同時にですね、初めて見た方はなんだこれって多分思う それは思うよね、それは思うよ。だっていつもオープニングおかしいもん、着てる服もおかしいもん。ここか、今まだ朝の支度してるぐらいみたいな まあ焦らず行きましょう。焦ってもね、血流すだけなんで、いろんな意味で、本当この仕事は仕留めるのはこの200で、200がダメでも次の白マスで発展してくれれば、あとはチャンスゾーンをとにかくもう仕留める、そこもうイメージはできてる。1回目のチャンスゾーン、嘘でしょ、嘘でしょ、1回目のチャンスゾーンまで投資が進みそうって言ったらもうなくなってた。2枚目、2台目、2台目刀鍛冶頼むよ、ちょっと
500超えたくないけれど。あ、行ってくれるでしょう。もうない、その流れに任せてさ、3つ全部一気につくとかないかしら。あなた、いや決めるしかない。374ゲーム、400ゲーム台の青マスでですね。よし、1万3000円。さあ、このチャンスゾーン決めれるか。頼みます。リップですね、彼は青色だったと思うので。来い、お願いですよ。やだ、刀鍛冶こんなことしない。お願いですよと言わない。それか、チャンス目いかないよね。飛ぶ、やだ。え、ワンちゃん、うー、私が叫びたいよ、私が叫びたいよ。白い色、こんなものですね。あの方、パチンコ屋さんに来て来る人だったんだ。今パーカー着てるメガネの方いらっしゃるんですけど、駅のエレベーターで一緒になったんですよ。でめちゃくちゃ優しくて、多分私のこともちろん知らないんですけど、先にどうぞって下ろしてくれた後に、目のね不自由な方がエレベーター待ってらっしゃってて、あっと思ってたら、その方がエレベーター止めてどうぞって案内してて、ついつい素敵ですねって声かけようと思ったんですけど、急に知らない人から声かけられたら嫌だろうなと思って、その方が今ホールを徘徊していました。地道にね、地道に地道に短縮していこう、それしかない。リアルアキラもこんなんですよ今。ずっとゲームしてる三原アキラも。いいよ、これは大丈夫でしょう。チャンスゾーンには行く。おい、アキラちゃん、リアルアキラですよって言ってたら、いい、エイペックスばっかりしてないで働きなさい。よし、オッケー、これはもう、よし、決めるしかないところ。善悪ですよね、アキラは。よし、ゴー、ここで決めないとズブズブなんで。す、来た、頼む。あ、まだある、まだある、まだある、あと6ゲームある。よっしゃ、あら、嵐しい刀鍛冶がこんなあるんだ。下パネ消えてます。うわ、かっこいい、あざます。投資が1万6000円ですね。青マスで行きました。あかか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 か、許します。こういうやっぱその気を抜けない状況っていうのが大事だと思うんですよ。刀を研ぐっていうこともそうですよね。さあ行こう、ここで取ればいい、ここで取ればいい。欲は出さない、バカー。この次、この次、研ぐように、研ぐように、研いだ、よし、刀を研ぐ、研ぐ、よし、大事、イメージって大事。右側を研ぐ、右側を研ぐイメージ、す、あ、いや悪くない、今研げてたってことだから。あ、ちょっと恥ずかしい、でもそれでもやめない。右、あ、ちょっ
ダメ。はい、よしよしよし、遂げればいい遂げればいい。そんな3回すかされたとこで、とてとて負けない。ここよ、切りつくぜ。よし、飛ぼう。この次この次、真ん中真ん中、両刀両刀す、あ、ちょっとちょっと気持ちがす、す、す、よっしゃよっしゃ、入った皆さんもね、イメージ大事にしていきましょう。やっぱね、プロスポーツ選手になればイメージ大事にするのと一緒ですよ。もうあとこれなんで、研ぐ研ぐ研ぐ、 OK。 革命ボーナスじゃないのでメダルの枚数は取れてないんですよ。なので、まあ、メダル取れたからいいかなとはならない、決してならないので、絶対 V3 つつけたい。こっからよし、すごい楽しそうですね。私楽しい。よし、1個解けた1個解けたよ。次こっち、この研いだ結果こんな金ピカパンで、金ピカパン来い。ここでラッシュって打った。楽しいな、まだでも楽しいというところじゃないので、とりあえず私は2つ遂げました。ただ3つ遂がないと意味がないんで、よし、次から次から、もう始まってる、もう研ぐ時間は始まってる。す、研げる研げる、研げてる研げてる研げてる、むしろ研げてる。研げてるよ研げてる。80%。まだ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 ま。谷涼子さんも言ってたじゃないですか、銀メダルで終わった時に、準決勝での試合で勝てて喜びすぎたと。最後の試合が終わるまでやっぱ喜んじゃダメだったと、あの瞬間にも気を抜いてたと。私もこの2個目で喜びすぎたかな。66。バルブレイブのエネルギー、人間の DNA、 消えた。ああ、白い、何の希望もない。まあ、赤の時はちょっと熱そうな空気出してプレーはするんだよね。期待度90、期待度 98? ここまで来たら、それで違ったら本当激横高校丸ですよ。だーれ、おー、キロー、さっきの持ちメダルのままです。チャンスゾーン、何度でも解きましょう。ラストですね。す、行かない行かないよね。もう体内お化けが出てしまう、それはもったいない、お化けが出てしまう。なんかこれが普通なんですかね。なんかそのあの完全ミミズの時はめちゃめちゃ短縮してくれてたから、それに比べると全然こう
レア役聞けないし短縮足りない気がするから小勢1気分なんですけど、今すごいその気持ちとしてはリノに行きたいという気持ちが、ちょっとお手洗いついでに来てくださった方と喋ってたんですけど、モンキータン打たれてて強制で直撃してモードも良くてついてたので、今日はそこが当たりなんでしょうね、きっとね。2代目がいなくなるというかですね、引退されたそうで、ちょっと3代目出しとこうかな。3代目このね、3代目は結構あのグイグイ系で有名だったんで、結構攻めた作品作ってたそうなんで、まあ、期待していきましょう。さっきは緑だからスイーカ、スイーカか、こっちから私は刀研げます。こっちはここは気にせずいく。スイカ、これは外れてもしょうがない。スイカ、これはよ、ほう、66枚を集めるというね、早め早めにホールドが欲しい。一勝するなら一勝、ホールドするなら一勝だよ、約束、添い遂げる約束でしょ、私たち添い遂げる。じゃあ許します。彼はね、よし行って、お、よし、ナイス、サキちゃんお世話になりっぱなしです。ライゾ、ナイス、お、お、やっぱスイカは300ぐらいでよくない、あ、あ、え、スイカ300ぐらいでいいと思うんだけど、チャンス目は800ぐらいよくない、これで来い。あ、だからスイカ向いてた可能性ある、強欲。1回で終わった、いや違うんですよ、でもね、もちろん嬉しいんですけど、もちろん嬉しいんですよ、666でもちろん嬉しいんですけど、この19ゲームで1000目指すんで、私あ、もう分からないんだ枚数、あ、楽しみがなくなった、奪われた、よし頑張りましょう。123123、右からつけ、ももはや、でもやわらちゃん方式ですからここで満足しない。いける、いける、よし、ああ、喜んじゃダメです、まだまだダメです、まだ銅メダルなんで、これ研ぐよ、集中して研ぐよ、もうこの伝統を残せるのは私しかいないんで、負けるわけにいかない。11台続いてきた、みんな早く打てと思うと思うんですけど、ルーティンがあるんで、ちょっとこの刀鍛冶、はぁー、嫌です、よし
集中。出てこ。これはきついのね。あきらだ。昨日めちゃくちゃ LINE したんですよ、三原さん。だからかな。引いて悪い。レア役なんてない。出演役チャンス。340ゲーム、せい。引くな、一気に攻め込め。あきらだ、やっぱ昨日夜ご飯一緒に食べようって言ってたんですけど、私が疲れて食べれなくてリスケしちゃったんで、代わりにここでお詫びしたいと。あきらちゃんごめんって。よし、謝るって大事。一角って言ってやった。ニオと私にホールドのお恵みを。よし、ご飯食べてきて、力が戻ってきたので、ここからですね、まあ、超革命に入れるために頑張るという、まあ、簡単な話なんですけれども、まあ、一つですね、皆さんにちょっと謝りたいことがあるとしたらですね、休憩中に発覚したんですけど、私は刀鍛冶のイメージがですね、トグだったんですよ。なのでずっとトグって言ってたんですけど、おそらくこっちなんじゃなかろうかと。だからマックスベッドをこう叩くみたいな。で、枚数だけには、まあ、トントンぐらいなので、まあ、メンタルとしてはそのしこたまやられてるわけじゃないんですけど、やっぱ気持ちいいとかできてない、それが問題。 OK、121ゲーム。トグだけが仕事じゃないって学んだので、しっかりカーン、研いでカーン、研いでカーン、研いでカーン、カーン、カーン。あー、なんでもない。いやー、もったいないことした。腹切りドライブしたいな。あったわ、そんな演出。当分忘れてた。頼むよ、トントントン、カンカン。あ、トントンじゃない、カンカンカンだ、カンカンだわ音。さあ、赤マスでしょう、あなた、あなた赤マスの本気を見せなさいよ。これはブーストだと思う。3ゲーム後に何かが起きる。ああ、知ってんだ、これこれ知ってんだよ。こんな空気でブーストなのよ、ほら。それはね、もうね、直撃の演出よ。あ、
頼む頼む、まず1個、次も次も次も、くっ、赤発展なし、磨いて叩いて輝かない刀なんてないと信じて彼を言わせましょう。キューマ、よし行こう。カンカン、おい、でもこれさ違う気がするんですよ、これはレア役じゃないかな。ちょくちょく行かない、まだ行く、カン、あーむずいね。お、追加投資です、元気に、今日も元気に追加投資です。そういえばこの前大阪に行ったんですけど、そこのねホテルが星上目の、まあ、老舗ではあるんですけど、多分いいホテルだったと思うんですが、あのね、そのチェーンってなんていうんですか、ドアロックの部分がさ壊れてて、ガチャってもし誰かが入ってきたら開いちゃうというか入ってこれちゃうお部屋 で気づいたのがもう1時2時だったんですよ、夜中の。で今からなんかフロントの方に部屋変えてください、怖いから部屋変えてくださいって言えないなと思って、椅子を玄関の前に置いて、で椅子だけじゃ足りないからその前に空気清浄機を置いて、でもそれでも力ずくでやったら開くから、なんかゴミ箱みたいなやつに自分のもの入れてそれセットして、それでも怖いから最終的に持ってったヘアアイロンのゴムの部分のコードを結びつけてぐるぐる巻きにして寝て、その夢の中で人が入ってくるっていう夢を見たっていう、そんなどうでもいい会話をしてたらちょっと熱くなってきてくれたから。なんか鍵はかかるんですけど、もしなんかよないけど、ほぼないけど、たまになんかツイッターでかルームキーでフロントの人が入ってきたみたいな見かけたことあるから、それが怖くて。ガサゴソガサゴソ、先代がちょっとそのお空に帰りましたので四代目ゆきちでございます。四代目ゆきちはですね、どっちかというとあのカラッとした性格の方で、はい、いよいよどん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 やっちゃおうみたいな感じでね。あー、これラストチャンスのつもりでいかないと、もう時間的にも、あ、君で成果的成功するパターン、あ、そうなるんだ。お、マリエ、マリエ一番強い、私初めてです、マリエ。どうもマリエさん、まさみです。期待度 85% カーン楽しいね、そんなんなの、え、あ、ごめんなさい、楽しくないです、あ、楽しくない、もらったと思ってた、ダメなの、ちょっと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 、マリエ、マリエ、その色は、おいった、マリエ投資が34,000円、おねしゃす、おねしゃす、いや現実は厳しい、真ん中、真ん中、真ん中のイメージ、カーンカーン、よしよし、カーン、よし、右から叩く、右から叩く、カーンカーン、よし、真ん中、カーン、うん、
絶対わざとじゃん、絶対わざと。最後の多分イメージはランスとの叩きなんですよ、刀をね。それがうまくいくかいかないかでちょっと心込めていこうね。ねー、実戦終了しました、お疲れ様です。わー、明るくやってまいってまいってますけれども、とりあえずですね、結果の方から、投資が1739枚、回収が1700、回収が0のマイナス1739枚ということでですね、江戸時代から続いた11代目刀鍛冶屋さんだったんですけども、見事にですね私の代で終了となりましたいやーでもですね、コンディションとしては悪くなかったと思ってるんです。今日私しっかり寝てきたし、やる気は満ちてた。今日は絶対撮れたか撮るぞ、いい動画にするんだと。いつもはそういう気持ちよりも楽しく打つとかなんですけど、ちょっと何回か前に撮ったとある回がですねすこぶる悪かったので、ここはなんとかしたいと思ってやったんですが、ちょっとねこういう日もありますね。どんより外との天気と同じ雨模様になってしまったんですけれども、ま、気持ちとしては折れずに最後までやれたので、そこはさすが11代目と思っております。そうですね、皆さんに書いていただきたいコメントは、次にやってほしい職人シリーズがあるとしたら何ですか。いろいろやってきましたね、刀鍛冶とか、カブトムシ名人はあれはプロフェッショナルでしたよね多分、とかそういうのもあったんですけど、何がいいかぜひアイディアをいただけたらなと思いますということで、負けた時はですねスカッと終わるよりかはグダグダ喋りたくなるところなんですが、今日はこの辺で終了したいと思います。さあでは最後にあの言葉を残して終わりたいと思いますので、ぜひその後にですねいいね、チャンネル登録、コメントなどよろしくお願いします。勝つまで打ち続けること。